皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、帰ってきてシリーズというか、やってきたシリーズですね。これはですね、私がですね、勤め人だった頃に、販売に携わらせて、いただきました車両ですね。見る人は見るとわかるかな。BD1C ですね。コンフォートの C です。という名前で売られていたものですね。ハンドルのステムのね、立ち方が少し穏やかで、ブロンプトンでいうところのね、M ハンドルに近いような雰囲気の車両として設計されたものでした。もう今から15、16年前になるんですかね、の車両になります。で、ここのですね、このヒンジの部分とか、いろいろ強化がされて、当時の BD1 としては、ほぼ最後のグレード、最強グレードに近い形のものとして世に出たものだったなというふうに記憶しております。で、お客さんの方ね、すごく大事に乗ってくださってて、日常的にもね、ずっと使ってますということでして、ちょっと久しぶりに点検してほしいということで、お持ちになった車両でした。で、やっぱ保存状態が非常にいいですね。やっぱちゃんと乗ってらっしゃる跡はあるんですけども、保存状態が非常にいいので、なんか、あちゃこちゃ、ね、変更とか、ここはダメですね、何がダメですね、とかいうのはなくて、基本的には、調整、注油、洗浄、いうような形で、大丈夫じゃないかな、というふうな感じになっております。で、こちらのね、ご夫婦と、先ほどね、ちょっとお話をしたところでしたけども、ご主人もね、ロードみたいのをね、ギンギンに乗ってらっしゃる、方だったんですけども、だんだん、年取ってくるとね、もう前傾姿勢がきついとか、いろいろもうなんか、基本的にやっぱロードっていうのは戦う人間が乗るための自転車なんだね、というふうにおっしゃってたのが非常に印象的でしたね。やっぱり、なんかロードバイクっていうね、言葉が定着する前、私たちが、僕が中学生ぐらいの頃は、今ね、ロードバイクという名前で売られているものは、当時はレーサーって言ってましたもんね。ロードレーサーであって、戦う人たちじゃないと、ああいうのは乗るもんじゃないんだっていうのが、子供心にもね、何かそういう、コンセンサスみたいなのがあったんですけども、いつの間にかね、普通に乗るようになってっていう風になりまして、それがいいか悪いかっていうのはちょっとね、私が決めることではないんですけども、やっぱりその、戦うための自転車ですから、それに見合うだけのね、人間の乗り手の方の、なんか性能というか、状態が維持できるか、維持できないか、ということで、やっぱり、なんかもう大きく評価が分かれる自転車なんだな、というふうに思いました。その点ですね、うちで売ってる、この手のやつっていうのは、あくまで戦うためのものではなくて、生活レベルで使い回せますよ、という切り口でできているものがほとんどですので、そういう意味でもね、本当に長く付き合える。この車両ね、もう十数年経ってますけど、それでも現役。で、その乗ってる方のね、体調とか体型とかいろんな変化にもちゃんと対応してずっと使われ続けているということが何よりのその証左ではないかなというふうに思ったところでございました。南風基準ではですね、日常的にね、より良い自転車を乗りましょうというようなことを考えておりますので、やっぱりこういう自転車をどんどん世に通っていきてえなというふうに改めて思ったところでございました。引き続き安全運転でお楽しみください。